10月13日太刀の極め獅子王、まあシルエットで丸分かりでしたよねこの辺りでやりましたね。さあそして、ドロップ率2倍のキャンペーンが始まりましたと。闘争作成時特上が確定、やったぜ特上握り。おっと獅子王の様子がいつもと違うようだ。もうこのまま行かしちゃうか。あのさ、大事な話なんだけどさ。そうだね、もう鳩がスタンバってるんで行こうか。それともまあいっか。いってらっしゃいボイス、誰にしようかなってなると迷いすぎてなかなかね、誰で行こうかなってね、96時間考えちゃうからね。大将のために修行してくるとよ、見守ってやってくれ。鳩に見守ってもらおう。先生と肥前の軽装も実装されましたね。いやー良いですな。しかし足りないよな。でも膝ひげのは取っておこう。さて今回の大阪城はどんな景色をくれたのかな。いつも通り、もはや驚けない。どうなるんだろうね。100回目ぐらいになったらさすがにもうちょっと変えてくるかな。ちなみに大阪城はですね、結局ね、50以降の報酬が大したことないからどうもモチベが上がらなくて、結局ね50ちょいで終わりにしちゃった。ちなみにそれまでの道中のボイスが、20回到着、この調子この調子、30回到着、日々の小判にも気を配らんとね。40回だな、判断は任せる、頼りにしてるぜ。50回に着いたよ、いい調子。50回制覇だ、この調子だぜ大将。こんな感じでしたと。やっぱ狙ったやつを出すのは難しいよね。博多くんはどうしても連れて行きたいし、どうにか回収したいねボイスさて旅立った獅子王迎え入れましょう。覚悟は大丈夫か、お覚悟大丈夫か。オープン、はい素晴らしい。フライングしちゃった。あれそんな落ち着いた美男子。さらに強くなって帰ってきたぜ新師匠、健在新師匠新師匠新師匠が、へえへえ絵柄の雰囲気も変わったというか、ちょっと何から行こうかな。お手紙から行っちゃおうかな。俺の名は獅子王、主へ、これは俺のお手紙。へへ、修行っていいよな、およなんか強くなるための王道展開みたいな感じだろ。で、コッコはなんだ、今日じゃん、懐かしいなそんなキャラじゃない。あれってことはコッコにいるっていう、俺が師匠にするべき相手ってじっちゃん。じっちゃんの名にかけて修行しようぜ。主へ、俺は今じっちゃんのところでいろいろ勉強中。じっちゃんすげえよな、あの年で戦えるんだぜ。ヌエだってビビってるへいへい、ヌエちゃんビビってる。強さってのは力が強いとか素早いとかそういうのだけじゃないんだ。俺初めて分かった気がする。主へ、じっちゃんが亡くなったよ。展開が早え。戦で負けた結果だけれど、でも最後まで現役だったじっちゃんを俺は誇りに思う。それにこの兵士との戦がきっかけで後の鎌倉幕府成立やそれからの歴史が続いていくんだ。だから俺は歴史を、コッコ
から連なるすべてを守ってみせる。アラジもそれを応援してくれるよな。おうよ。待ってました。そういえば治ってたね。治ってたというか差し替えられたのかな。新獅子王、そして新山伏。カッ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 カ、拙僧は山ごもりより帰ってきた山伏国広。ビフォーアフターは終わりなど存在はせぬが、主上の祈りに応えお確かめください。再び戻ってまいった。もしくは気が向いたら主殿、俺が編集で出しておく。平穏な世を取り戻すために共に己を鍛えようぞ。出陣する。戦列を整えろ。なんかモビルスーツのパイロットみたいな、そんなテンションだね。獅子王出るみたいな。戦闘フォームはどんな感じかな。ほんとこの見た目だとさ、物見を出せ。あ、でもこの眉毛が見えるとちゃんと獅子王だって感じだな。最初の柄だとなんかはっはっは静まりたまえみたいな、やってやるぜ、落ち着いた感じになってそうな雰囲気だけど、おら、さあ脱がし隊の皆様頑張ってくださいね。おら、いってや、口からの血、そして鼻血が。戦闘服が重かったからな。ここからは違うぜ。ほらららら。獅子奮陣。また綺麗になっちゃって。でも重いの戦闘服よりヌエの方が重いんじゃないのか。熱いだろうし。獅子王のレイヤーはヌエが重い、熱いって言うしな。それじゃあツンツンしようか。すごい顔だよな、これ。うん。そしてなんだろう。なんだろう、漫画とかそっち系に合いそうな、ね、感じだね。ゲームとかアニメとかそういう感じでポンって出すより、うん。このままは、ちょっとしんどいぜ。このままはか。このままちょっとしんどいぜ。なんかしんどいのをキープねって言ってるような、風に聞こえちゃう。なんかヌエもオロローンってなってるね。あー、ここさ、このなんて言うんだろう、ズボンの盛り上がりがさね、えなんか別の盛り上がりに見えてしまいますね。大修理始めてくれ。トンテンカンテン。なんだか今の主もじっちゃんみたいに優しいな。でしょう。金色がいいって？うん。ま、だから獅子王ってな。そうそう、俺もね、獅子王を見習って金髪にしたんで。別にそれは関係ない。金色がいいって？じっちゃん曰く、自分に合った剣が一番。なんだか今の主も金色がいいって？まあ、じっちゃんにされてるみたいで嫌じゃないけどさ。いいね、ヌエの顔もしっかり出てる。こわ、ヌエこわ。いやー綺麗だなー。うん、王子だね。ガオガオ。な、なにょん。まあ親戚みたいなもんですよね。うん。今んとこの成績だってさ。まさかの王子ボイスはガオガオだけでしたね。ガガガ、ガオガイガー。さて、極めの方の姿を、ちなみに内番はまだ帰ってきてないんで、うん、また今度。俺の名は獅子王、老いてなお最後まで現役として戦ったじっちゃんのための太刀、じっちゃんの後に続く歴史、俺が必ず守ってみせる。かっこいいなあ。こんな立ち方というか、まあ前後なだけなのかな。
命みたいな立ち方にしてるわけじゃないよね。そして極めといえばオーラで光る無恵子は、まあ多分内番はね一緒だと思うんで、さあそんな感じで今回は獅子王の極め実装おめでとう会でした。ツイッターを眺めるのコーナー、太刀石切丸の展示、おお石切丸の等身大パネルも、あーこれ行きたかったんだよな。うん、10月10日ね、大雨ってほど雨じゃなかったから行けばよかったかな。ね、このコンちゃんのぬいぐるみ買うと、あれは先着抽選どっちだったんだろう。うん、大きいコンノスケからお渡し会、あーちょっと今になって後悔してきた。うん、グッズ系がありの、すだちスパークリングがありの、山頂門がありの、うん、山頂門がありのなんかちょっとイタリア料理っぽいですね。山頂門がありの、山頂門がリーノ、どれだろう。ラビコレかわいい、コラボシューズバレないよねこれパッと見トーラブの関連グッズとは思わないよな。うん、5周年祝賀、記念祝賀、11月27か、そんな感じかな。うん、あとは予定表通りだったら10月の最後の週とかかね、それかその前か、江戸城潜入調査、鍵を開けなきゃ、あれ苦手なんだよな、なんか運が悪くて全然次のとこ行けなくて頑張ればね極めグッズとかたくさん手には入るけども、そんな何周もできる気力がなくてな。うん、まあ何せよまたイベントの時には更新したいと思います。それではまた次の動画で。